本間大は日本の女優、タレント、プロレスラー。愛知県西春日郡豊山町出身。2015年3月までは水野大として活動。劇団ポプラにて全国ツアーキャストとして芸能活動開始。2年間ミュージカルの活動を経てフリーの舞台女優に転校する。4月から女子プロレス団体ビギニングの選手として活動を始める。 5月31日、ビギニングプロモーション、アクトレスガールズビギニングプロローグ、新規バファーストリング大会における、角田直線でデビュー。12月26日、例奈女子プロレス主催、ビギニング提供試合にて、後楽園ホールデビュー。3月27日、ビギニング新規バ大会アクト6にて、堀田由美子とシングルマッチで対戦。 この試合で、左膝前十字人体断裂、及び半月板損傷。3月5日、約1年間の療養を終え、ビギニング新規場大会アクト17にて、復帰戦を行う。3月20日、全日本プロレス、横浜ラジアントホール大会に、ビギニング提供試合で参戦。3月26日、ビギニング新規場大会アクト18にて、復帰後初勝利。 5月4日、ホッタ自主工業で、コマンドボリショイと対戦。5月21日、ビギニング、大岳大会で誠と一気打ち。28日には、高瀬美雪戦を行う。8月13日、ビギニングアクト23新場大会に出場し、アクトレスガールズ一期生の角田直と、プロローグ大会以来のシングルマッチを行う。8月27日、 全日本プロレス45周年記念両国国技館大会新たなる決意に大礼試合で出場。10月15日、ビギニングアクト25新規場大会において安納さ織りが保持するポップ選手権に挑戦するも13分57秒2段式ジャーマンスープレックスホールドで敗れる。2月3日、新団体 J ショートトンとのダブル所属となることが発表される。 9月よりいつのだとのタッグ名を以下省略と命名。9月25日、ビギニング初の王者決定戦。アクトレスガールズシングルチャンピオン決定トーナメントに出場。1回戦はアメグゆサユリを撃破。10月9日、2回戦で関口翔に敗北。4月よりメキシコへ約2週間の短期遠征。4月19日、 CMLL アレナメヒコ定期戦に出場したほか、現地メディアにも出演。33歳の誕生日はメキシコで迎えた。変形アキレス剣固め、メジャモタイを武器に30日に帰国。12月21日、アイスリボン新規場大会において、トライアングルリボン王座に挑戦し3ウェイマッチを行い、王者の敵イラシャミと米山香里を下し初タイトルを獲得。 アメリカンワイヤーゲージタッグ王座2011年、劇団ポップラ公演2012年、劇団ポップラ公演2013年、パンプランニング公演2014年2015年2016年2018年。ありがとうございます。